つわんでたけちゃん、ゆみちゃん。さあ、今回のご質問はエステ大好きさんからです。ありがとうございます。なかなかあれですね、男性エステ大好きって、こうなんかいやごめんなさい、本当に普通にエステが好きな方だったら申し訳ないんですけど、ちょっといかがわしいのを想像してしまうのは僕だけではないでしょう、はい、美意識高いっていう感じじゃない。僕は熊本で仕事してた時は本当いろんなエステ行きましたよはい、参ります、はい、いい切り返してきた、はい、もはや切り返してないけどはい、いきますいつも楽しく拝見しております、今回、質問させていただきたいのはサンドイッチの来客についてです、はい、ショットとアプローチどちらに合わせるべきなのでしょうか、うん、GC これクワッド、あれか、はい、を購入しましてインパクト来角を確認できるようになったのですがショットの場合はフィッティングをしたこともあり、ほぼプラスマイナスゼロでインパクトできています、うん、一方でアプローチの場合はアップライトトーアップのインパクトとなってしまいます。この事実が分かってからはヒールアップを意識してアプローチしております。抜けは改善されるのですが打っていて違和感があります。ご教示いただけると、幸いですとのことです。いや、まずこれちょっと驚きなのが GC クワッドを購入されてるって。私初め、はい、アイアンか何かの名前かと思ったけど、そのたけちゃんの最新版のやつだよね。あれかっていうのは絶対そうやね。GC うちはこれいつ置いてますね。GC2 にHMT っていう GC クワッドと同じ性能を持った機械を持ってるんですけど、ゆみちゃんはああ古い方ねみたいなって言うんで、いやいや本当にちゃんと同じ性能でできてますから、根に持ってますよ。もうあれかって言った瞬間、こいつあのこと思い出したなと思っていやでもすごいですねこれ。個人ですかお店ですかねこの方。いや個人やったらこれクワッと購入されてるって羨ましいです。よかったら交換してくれるんですか。いや同じなんでしょ。同じなんでしょ。えらいフォローしてくれ。はいごめんなさい。これどういう質問なの？この面白い質問やし、結構悩む質問だなって思いますね。来客っていうのは基本的に長さに対してできるもんで、一般的な来客っていうのはクラブの長さで本当に判断しますから。基本的には僕もウェッジっていうのはピッチングとかアプローチの長さを見ながら、来角合わせていきますね。ただ例えばまれにいらっしゃるのはサンドウェッジはフルショットしませんっていう方も当然いらっしゃるんですか、うん、そしたらアプローチだけします、ゆっくり振ります、あとは短く持って打ちますっていう方も多いとなると。当然目いっぱい持つ来角と短く持って打つ来角、あとはトゥーダウンの関係で目いっぱい打つ時のトゥーダウンとアプローチする時のトゥーダウンの量って変わってきますから、必ずしもフルショットの時とアプローチの時の来角っていうのは一致しないんですよね、うん、だからまあこの辺っていうのは僕実際来角を変え、特にフィッティングで来角変えるときにウェッジしますかしませんかっていう時に、ウェッジするっていう方はその人の使い方を聞いて、じゃあその来角でいきましょうっていうパターンと、もうそのまま合わしましょうっていうパターンに分けますから、確かにエステ大好きさんもほぼプラマイゼロでショットの時はインパクトしてるけどアプローチではアップライトになってますっていうのはそれはありえるわけですよね。だからここはそのプレイヤーのサンドウェッジの使い方ですよ。使い方っていうのをしっかりどういう使い方をするかっていう確認した上で調整しないと、例えばアプローチの時にちょっと精度が悪くなる、抜けが悪くなったりとか、だから実際そのアプローチの時にヒールアップ意識してアプローチしてますけど、そのヒールアップして練習するっていうこと自体がもしストレスになる人やったら、もう初めからそのアプローチの方の来角に合わすっても方法ですし、だからやっぱり何かを取ると、いつもこれ言ったらトレードオフの関係です。何かを取れば何かを失うって、特にその基本的にウェッジっていうのはフルショット前提なのか、フルショットもするしっていうのやったら、もう僕は基本的にピッチングからの流れで合わせますし、アプローチしかしませんっていう場合、しかもアプローチも長く持ってするのか短く持ってするのか、これ全然違うものなんですよ。来角って基本的にはさっきからの長さに対して合わすものなので、結構持つ位置によって変わってきます。なるほど。ただそれ言い出したらキリないんですよね。ここ持ってする時の来角これで、ここ持ってする時の来角これでって、クラブ一本なんでだからエステ大好きさんも自分の使い要素っていうのをしっかり考えた上で今のラインバックでいくのか、まあ、再調整するのかっていうのを決めたらいいかなと思いますね。なるほど、これは面白い質問ですね。では今後ね、ラウンドする時とかに、まあ、スコアと一緒にここ何ヤード何番で打ったみたいな感じでメモしていただいて、サンドウィッチの使い方 どの、まあね、ヤードでヤーデージで打ったのが多いかとかっていうのをちょっと集計して、そうですね。そのまあ実際その集計で多いところを使うのか、それともそのやっぱその自分のイメージを大事にするのか、この辺もやっぱ特にウェッジは来角以上にその感覚とか使い方、まあイメージですね。パターとかウェッジはその必ずしも来角をドンピシャで合わすのが全てとは思いません。僕も。その人の使い方のイメージもあるでしょうし、だからまあとりあえず最後言いたいのはクワッドとうちの交換してほしいかなっていうところですかね。やっぱり根に持ってた。ということでちょっとじゃあこれ結構もうその皆さんプレイヤーさんのそのスタイルによる、よりけりですね。そのどこでクラブ握ってっていうのも関係してくるので、まあ、そのあたりも踏まえて、どうするかっていうのを考えていくっていうのも。そう、どこに修正を置くかっていうところですよね。まあ、本当数字、いつも言うけど数字が全てないんで、僕は一応フルショット前提で合わせますけど、そこはウェッジの感覚を変えていきたい。その何をメインにしてるかっていうところをもうちょっと具現化できたときに、自分のライブはこうしようって決まると思います。はい。ということで、いろいろ、踏まえながら、どの来角にしようかっていうのを考えてみてください。はい、それではエステ大好きさん、ご参考になりましたでしょうか。それではサンデーたけちゃん、ゆみちゃん、また来週。バイバイ。もしいかがわしいエステの方やったら、今度一緒に連れてってください。どっちでもいいが、どっちでも。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。